1月の、ブエノサイレスですが、よほど寒くない。よほど寒くないね。のが印象です。18度ぐらいだよね。うん。今まで南米のトロピカルな感じにいたので、それと比べると、まあ、ちょっとヨーロピアンな雰囲気がしなくもない。ちょっと天気も今日はぐずってるんで余計ヨーロピアンな雰囲気を感じます。本当にヨーロッパみたいだよ、建物がね。マジで南米のパリって言われるの分かるわ。気持ちは分かる。みんな信号無視してる。はい、先ほどコンセントを町の電気屋さんで買いました。町の電気屋さんでアウトレットが違うから私だからこれを買ったんですけど、うん、アルゼンチンのおじいちゃんめっちゃ可愛くてね。ね、すごい。びっくりしちゃったよね、可愛くて、うん、めっちゃ可愛い。英語全然喋れなくて、だからもう身振りと手振りで、うん、あー可愛かった、癒された、うん、すげえ可愛い、可愛らしい動きのおじいちゃんだったね。おじいちゃんだったね。おい、あ、結構綺麗な、有名な両替のおっちゃんがいっぱいいる。ほら、結構綺麗なストリートで、マジでヨーロッパ調。だけどこっちは悪そうだよ。うん、さっきね、ギフトショップの窓を割られてたね。ポリスが2人も見ているし、なんかレートが一番いいからってちょっと遠目のところに来たんですけど、めっちゃホームレスのおじさんと揉めてて、本当にここがいいのかな、わからんけど、看板犬の後ろ姿がいますね、ありますね。監禁し終わってクラシックバーというレストランカフェにいます。すごい素敵な内装ですよ、なんかクラシックな感じ。なんかとんでもないサイズのサラダととんでもないサイズのリゾットとパン来ちゃった。驚きだね。ケーキ食べなさそうだね。食べる。Saludos de Argentina, Brasil, Brasil. Magi Pari. なんとまた天井アートがヨーロッパ風だからね。ここはハレルモ地区っていう日本でいうところの大川山みたいなところで、街並みがもうすでに確かにめっちゃおしゃれです。ヨーロッパ風のナショナルなんてすごい。あそこも可愛いよ。雨がさっきすごい降ったから人が全然いないです。遠い。車でね、30分くらいかかって。しかも超だから遠い。都会だからスピードも出せないし、信号もあったら全然時間かかるから。ずいぶん長かったです。やっと来れました。ここです。ここはなんであるこです。ピンタールです。かわいい壁の、かわいい、こういうカフェがいっぱいありますね。かわいいね。何の店だろう。うわ、美味しそうだけどね。悩むね、こういうかわいい店がいっぱいすぎて。多分ここ1日入れちゃうね。パルマ、パレルモ通り、パレルモ地区か、うん、1日入れちゃうよこれ。カフェもレストランも素敵だし、うん、雑貨屋さんとか洋服屋さんも楽しいし、うん、なんか大人の街って感じもするけど。
バカデカケーキやってきました。チョコケーキ、アイスラテ、アイスコーヒー試食したいと思います。綺麗な夕日だよ。ね、夜なんですけどすごい人が入ってます。夜のカフェ文化があるのかもしれない。あそこにスターバーもあるし、マックもあります。はい、ちょっと今緊急で回してます。普通の本屋からと思って入ったら、なんと元劇場の本屋でした。うわーすげー。たまたま入った本屋さんが、見てください、この目の前にシアターとかある。うわすげえ。うわすげえ。うわ、しかも下レコーダーさん、何ここ、めっちゃすごいんだけど。うん、ほらすごーい。うわーい。下はブエノスアイレスはめちゃめちゃおしゃれ。ちなみにめっちゃおしゃれ、ね、カフェもおいしい、おしゃれてるし。うわすごい、レコードショップになってる。2つのああいうちっちゃいところはさ、ちょっとお金持ちの席みたいな。そうだね。おーすごい、すごいね。すごい、ここカフェになってる、超綺麗。うわー、うん、すごいね、めっちゃいいね、ここ。これすごいよ。で、そう、ああいうところがちょっと休憩所みたいになってて、上もこうやって本になってると。